海外だったんですけど、前回台湾で、今回香港で、この自分の想像してた通りのこう蛍光な感じのネオンな感じの看板がたくさんあって、あ、すごい面白い街だなって思いました。はい、実際行ってみて、あまりにもやっぱ日本と全然違う文化がいっぱいあったので、でこういう風に行く機会があって、本当に良かったなって思うぐらい新鮮なことがいっぱいあって、誰かに話したくなる感じの出来事がいっぱいありました。私はすごい行く前から結構調べてて、夜景が綺麗って書いてあって、本当に行ってみたらすごい綺麗で感動しました。香港は撮影だったのでいろんなところを回って、ちょうど表紙のなんか商店街みたいな、なんかザ・香港って感じのところとかもたくさん回れて、なんか楽しいワクワク感がありました。今回は制服ツアーということですが、皆さん今日来てるのは現地の学校の制服ですね。ちょっと内容の仕上がりの方とかですね、その制服を着てみた感想とかいただけますか。はい、実際向こうである制服ということで、私日本だと一応永遠に中学生なんですけど、今年の春からプロの中学生になって、久々のリアル制服を着用したということで、なんか本当に学生に戻ったような気持ちで、向こうのその香港の学生、私は今香港にいるんだ、香港の学生なんだっていう気持ちで写真を撮ることができて、すごい楽しかったです。現地でのエピソード、あ、でも向こうの方々すごい日本人って分かってくださって、でなんか気軽にこうポーンって感じで話しかけてくださったので、すごいちょっと人見知りなんで緊張はしたんですけど、なんかこうなんだろう、場所が違くてもこう話はなんとなく通じるんだなと思いました。日本語ですか。日本語あんまり通じなかったです。でも、でもなんか雰囲気でジェスチャーとかでどうにかできたから、よかったです。はい、まず制服は、私のはもう本当真っ白なすごい制服だったので、こういうのはなかなか日本ではなくて、だから香港らしいなっていうのはこういうことなのかなってすごい感じたんですけど、現地でのエピソードは結構私、日本だと声は変わってるねって言われるんですけど、でも前以前台湾も行ったことがあって、別中 で今回も香港で、両方とも海外の人にはちょっと受けが良くてキュートって言ってもらえるんですよ。だからなんかすごい嬉しかったなって、なんかやっぱり言葉が通じない分、なんか見た目とか声とかで皆さん判断していただけて、それでそういう風に褒められたのは嬉しかったです。声は良かったね。良かった。日本だとちょっとあれなんですけど。はい、私この制服は日本であまり見ないなと思ってて、ワンピースタイプっていうのが珍しいなって思ったのと、あと色とかも結構いろいろ違かったりするのがすごい可愛くていいなと思ってて、で表紙じゃないんですけど、中身のミネが着てるチェックの制服が私的には一番好きですね。これが一番好きです。はい、そう、かわいい。はい、なんか一人だけ、まあ、ブルーが大好きなのでとても嬉しかったんですけど、なんか日本と違って、ね、ネクタイがさ、変わってるんですよね。なんか本当にさ、そこにだけついてるんだよね。首に巻くタイプでもなくて、そうなんです、布がついてるんです。